パンツってまさか盗まれたのか。多分そうだと思います。昨晩は風とか吹いてなかったですし、3階だったんで大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱり部屋の中に干さないとダメですね。はあ、桐生さん、こういう時ってどうしたらいいんですかね。